どうも皆さんこんにちは、マウンテンバイク BMX プロライダーの栗瀬優太です。僕はですね、ダウンヒル、フォークロス、BMX マウンテンバイクのダートジャンプで、さらに BMX のレース競技ですね、5種目の、プロライダーとして活動させていただいているんですけれども、これからねダウンヒル、フォークロス、ダートジャンプ、BMX のレースなので、ね、そういうシーンを、僕なりのね、伝え方で、皆さんに面白さが伝わればと思ってますので、よろしくお願いします。今回ですね、記念すべき第1回目の放送はですね、僕のホームグラウンドの一つでもある、深北緑地のですね、ダートジャンプフィールドで開催の、チャリティーイベントの方が今回一発目のイベントになるんですけれどもですね、ここはですね、僕が小学生の頃に、非公認でスタートしたダートジャンプのコースなんですけれども、管理者の方がですね、理解があり、いろんなね、ローカルのライダーの努力も垣間あり、見事にね、こういう公認のダートジャンプコースに生まれ変わり、毎年ね、ジャムなんかも開催されるようなフィールドになりました。彼がですね、まあもうご存知の方も多いと思いますが、ダウンヒルの全日本チャンピオンにもあたる、向原健二です。でその健二から受け継いで今ここをね頑張って引っ張ってる入作君、まあ、2人とももちろんライディングもバシバシやるライダーなんですけれどもね、今回花見と被ってるからね、でもまあそれのおかげで、お客さんがいっぱいおるから、むしろこうやって、見てもらえる機会があるから、そうだから逆にこれは俺らにとってはチャンス、ラッキーなチャンスだし。どうすか、あのゆりさくんコースの方は。昨日めっちゃ頑張りました。リグをもう水がすごい溜まってた、水溜まりです、5月ですもん、で傷んでるジャンプの面直してって感じだったんですけど、まあまあ実際見てもらった通りかなりいい感じなんで、今日楽しめると思います。今回の、イベントで注目の選手にインタビューしたいと思います。本年度から僕もチームメイトに、なったですね、鶴田健二選手です。こんにちは。こんにちは。どうも、栗瀬さん。天気いいですね。今日はいいですね。桜も満開で、今日は自転車日和ですね。結構ね、健二君が来るっていうんで仕事休んでね、来てるローカルライダーもいっぱいいてるんでね。雰囲気はどうですか？いや、これだけ人が集まってやっぱり楽しく乗れてるっていうのは素晴らしいことだと。やっぱ自転車を楽しむってことはね、一番だと思うんで、いいと思います。またまた注目選手の、吉谷選手ですね、フリースタイルの、結構大御所なんですけど、ちょっと彼にインタビューしたいと思います。どうですか、初参加で。いや、こんだけ人集まるのすごいなと思って、だって、桜祭とか普通花見するでしょ、ね、でもみんなジャンプしに来るって、だから、ね、ちょっともうほんまにこんだけ満開のタイミングでこのイベントやとね、一般の人もすごい見てくれるし、うんね、ずっと見てくれてるよね、うん、もう前に来た時よりラインが増えててすげえ飛びやすいよね。さっきもいいすか、子供たちがずっと飛んでたし、ちょっとでも今日のキッズはレベル層がちょっとかなり高いというかめちゃめちゃ上げてる人たちだね。今ですね、キッズライダー2人がトレインしてるんですけれども、ちょっとあの2人はイエーワンフットのハイエーやってますね。あの2人ちょっとかなり子供とは思えないハイレベルなライディングなんで、ちょっとインタビューしてみましょう。こんにちは。こんにちは。今日はどう、調子？ちょっといいです。ちょっといい、また前回じゃない、まあ、前回じゃない。リムは調子いい。ここのジャンプどう？楽しい。なんか高く飛んだら気持ちいい。
今日結構プロのライダーもいっぱい来てるけど、誰が一番かっこいい？クリス・ユタ。できた子ですね。もうありがたいコメント、ほんまにね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はどっから来た？広島。広島から。普段はどこで乗ってるの？廿日市。廿日市。あ、スケートパークやね。今日はどう？コンディションは。楽しい。あの、一番いいことですね。まず電車を楽しむのが一番だと思いますので。調子どう？めっちゃいいです。今日ちょっと人多いからなんか緊張する？俺もします。わかる、すっごい気持ちわかる。まあでも一日楽しんでね。ありがとう。今なんかもね、あの BMX の間女性の方走ってますね。結構ここはやっぱテーブルトップでキャニオンじゃないんでね、あの比較的初心者でジャンプ飛べない方も楽しめるレーンなんで、プロライダーとね、初心者の人たちが普通に一緒に楽しめるっていうフィールドで、すごいね、あの普及活動には、いい影響を与えるフィールドだと思います。ちょっとね、女性の方にインタビューしたいと思います。ちょっとどうぞこちらへ。今日はどちらから来られたんですか？三重県です。三重県から。あの、始めたきっかけって何なんですか？初めて友達の子供がしてて。友達の子供さんが BMX を。それはレースですか？あ、違います。最初フラットから始めたんですよ。フラットから。はい、どうですか今日は？楽しいです。結構ね、テーブルトップなんで飛べなくても遊べるし、結構じゃあ満喫してる感じですか？ちょっと大技やりたいと思います。何やるんですか？バックリップターンダウンです。で、ちょっとあの馴染みのローカルのメンバーにちょっとバックで入ってもらおうと思うので、今からちょっとやりたいと思います。170ジャンプのホームですね、大盛況に終わったんですけれども、今回ね、ただのジャムじゃなくて、震災のチャリティージャムっていう形でもね、開催されたんで、そのあたりをね、ちょっと、主催者の、向原健に聞いてみたいと思います。今までで一番参加者も多かったんちゃうか？いつもの2倍ぐらい。2倍も、うん、2倍。リスト上では92人。92人、キャパオーバー。いつもだいたい51回いかないから。いかんやもんね。で、なんかあの聞くところによると、今回のエントリー費は全部、支援金の方に回すっていうことを聞いたんですけど。そうですね、さらにこうやって募金箱とかこうやって持ってきてくれたやつを、まあ、東北地方の方に、まあ、少しでも、役に立っていただけたらなと思ってます。そうですね、こうやってね、あの僕らが、そのイベントをどんどん自粛していくだけじゃなくてですね、こうやって開催して、プロライダーからアマチュアまでが一日電車を楽しんで、そのエントリー費がそういう被災者の方たちの支援になるっていうね、この動きは、僕個人的にはすごいことだと思うし、今日の、FK170 チャリティージャムは大盛況で無事終了ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。向原健二でした。